はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2022年、12月13日。さあ、そういうことで収穫出荷に追われてるわけですけども、雨の中ね。さあ、次は先ほどはね根菜類、取りましたが、次はね柿菜ですね。柿菜を初収穫になりますかね。よいしょ。よくらせ。寒い時はちょっとね足が痛いんでね。わさび菜と柿菜をね耐用熱マルチしたところに撒いてね、ようやく今収穫出荷に入ってきましたけども、はい、これはわさび菜。そっちのほうれん草も出そうと思ったら出せますね。来週出しますか、それね。あっち側は使えないけど出してもいいな、ちょろっとですけど。わさび菜、そしてこの柿菜ですね。はい、いい感じですね。ちょっとこっち側のほうれん草が邪魔ですけどね。柿菜こういう感じでね、葉っぱをパキパキとこう取ってね、これはねあれみたいに、そのなんていうか、からし菜と違ってね、ちょっとでもちょっと残るかな、芯が。もうちょっと上で取った方がいいのか。こういう感じでパキパキとこうやって書いて取るんですね。なので柿菜って言うんですけど、宮内菜ですね。さっぱりとした味でね、僕もこれ好きです。美味しいですよね。癖のない味ですよね。もうちょっと寒さに当たるとねビーッとこう立派になってくるんですけど、ちょっとやっぱ姿があったかい、こっちはねやっぱちょっとあったかいので柿菜の姿がちょっと違うですよね。これ北関東でよくね群馬とか栃木の人はねしょっちゅう作ってるんだと思うんですけど、冬ねもっとこう太くなるんですよね、茎がね。で意外と甘みがあって、ね、美味しいんですけど、横にはほうれん草があるせいかなんかあんまり大きくなってない感じですけどね。よいしょね。これも書いてこうやって取る野菜ですよね。こういうものをたくさんね作っておくと、出荷にはね重宝いたします。この辺もねその来年の講座では教えていく大事なポイントの一つですよね。どういう野菜を作ってどういう風に売るのかっていうのはねすごく大事です。多分だからね遊びのその家庭菜園のところからね、売るために、あとその出荷しやすいようにどんな野菜をどんな風に作ってどんな風に売るのかっていうのはね、今までね自分が楽しみたいからいろんなその野菜を好きなように作ってきたわけですが、今度はどれが売れるだろうって思って野菜作りをしていくっていうのはね、それはそれで多分ねやってみると面白いですよね。ね、僕なんか節約野菜ですからね、野菜がないと商売にならないんですけども、そういう風にねな常に畑に10種類なきゃいけないと思うと、そのプレッシャーっていうのはね多分これやった人でないとわからないことなんですけど僕も最初ね20年前に厚木で始めた時に、ああこれで飯を食ってくんだと思った時にやっぱちょっとね足が震えましたよね。ミニ商売やってた時もねお店をオープンさせてね、いやこれお客さん来なかったらどうなるのかなとかね俺クビになるかなとかね、まあ何でもそうですけど、そういうプレッシャーがあって初めて人はね鍛えられていくわけじゃないですか。なんとなく遊びでやってちゃね、そりゃそれで成功する人っていうのはみんなやっぱりねいろんな意味でお尻に火がついて一生懸命なって生きていくんですよね、はい、そういうもんです、人生っていうのはね。なんでもそうですけど、やっぱプレッシャーかからないと人は本気になんないじゃないですかね。僕もそういう、大変な場面をいくつかね切り抜けて、そして今ここにいるわけですけど、よいしょ、ちょっと細いね。
ね、やっぱりなんかもうちょっとやっぱ寒さに当たらないとあれなのかなっていう感じがしますよね。やっぱあったかいからちょっとこう、なんていうかひょろっとした感じの柿菜になってますね。はい、ちょっと茎がね細い感じですよね。なるほどなるほど、作ってみるとミントわからないことですよね。もうちょっとだからやっぱり基本的にはこれそのまま何回かこうやってこのまま置いといてね、で2月3月ぐらいまで、3月だったらとうだってくると思うんですけど、まあとうだってもしばらくは出せると思うんですけどね、あんまりとうだつと硬くなるので、茎こうやって茎をねこの葉っぱを食べるところなので、やっぱ本当に地域によってね同じ野菜、これ関東でよくね宮内な柿なバンバン作ってましたけど、やっぱちょっと姿が違いますよね。面白いなね。これぐらいなんですよね、ちょっと今撮ったこのこれぐらいの太さが本当の柿なのあれですけどもね。でこう意外としっかりしてるんですけど、意外とこう癖のなくてこう柔らかいっていうのがね柿なの特徴なんですけど、やっぱちょっとね姿が違いますね。なるほどなるほど、あったかい地域で作るとこんな感じなんだという感じですね。勉強になるね。ね、去年の冬とか僕作ってないですからね。なるほど、三重県だとこうなるんだという話でございました。はい、柿菜ね、足りるかな。お、止んできた。特にね売るってなった時にね、この間研修生に今里芋とか掘るじゃないですか。そうね、掘った後バキバキと親芋から子芋に外してね、でこうケバケバのヒゲとかね、そういう繊維を取って、それでこういうコンテナとか入れていくじゃないですか。その時にやっぱりパッと見るとね、やっぱりまだ来たばっかの子とかは出荷、そういう甘いんですよね、そういうケバケバの毛の取り方がね。だからそういう時にまあなんていうかっていうと、スーパーとか行って今度里芋見てごらんってね、こういうレベルのこういうものが売ってるかいっつってね、これがそのまま売り物になってお客様のとこ行くんだよっていう話をするわけですね。だっていずれ自分が農家になってね里芋を作って出荷するわけでしょね、そうなったらそれを自分でやりますかって話になるわけですよね。なのでそういう常にね、そういう意味では僕らはね農産物は売るために作ってるわけなので、ね、商品という野菜という商品をそういう意味ではこれがショールームなわけですよね。なので収穫してきてお客様のところね並べる陳列するまでにどういう状態でね、もちろん新鮮であるのはもちろんなんですけども、ある程度見栄えも良くしなきゃいけないし、よいしょ、はい、次はあやめ株取りますか。あやめ株と今日は葉物はタアサイ、カツオナ、カキナ、ミブナね。ちょっとね先週とはこうやってどんどんね組み合わせを変えていきます。どうしてもね冬場はね同じような野菜ね、大根、キャベツ、人参、白菜がやっぱり主流になるので、葉物でね少しでもこうアレンジを変えていくってことがね、そのためには細かくね今の時期にちゃんと葉物をねある状態にしておかなきゃいけないのでね、こうやって穴開きにしておくとかってね、少なくとも多少は雨入りますんでね。カツオナとレッドマスタードね、カツオナ、レッドマスタードがあやめ株ですな。はい、こっち側のこのパーマグリーンのこのレッドマスタードはもう使えないですかね。レッドマスタードのこうやってねこまめに取っていかないと、あんまり大株にするとねちょっと硬くなりますので、こまめにこうやってね、これでもう収穫2回目に入ってきております。1回ザーッと取ってね、
でこうやってまた2回目かっていう感じでね、こうやって何回もこうやって取れますのでね、これぐらいの大きさこう綺麗でしょ、で柔らかくて美味しいですから。だからまあ、あのこういうね、書いて取るものはあまり大きくせずにね、こうやってどん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 取っていかないといけないですね。とても綺麗ですよね、レッドマスタードね。だから先ほどのカキナもそうですね、レッドマスタードね、この横のパーマグリーン、こういうものをねこまめにこまめに作っておけば、こうやってね何回も種をまく必要ないので、これ2回から3回4回とね順次取れるわけですね。小松菜、水菜、そういうものは1回で終わりですね。で横にあるこのからし菜、これもね1回収穫して今もうちょっと大きくなるのを待ってますね。これも多分1月入ったら出荷できますよね。だからこれも最初からこうやって種まきはしてないわけですからね、何回もこうやって取れるわけですね。はい、どうしてもね同じ葉物に固まってくるので、あのこういうレッドマスタードとかね、だから家庭菜園の人もねこういうのを作っておくと、いちいちね収穫した後畝をねもう一回きれいにしてね、マルチ張り替えてとかやらなくていいわけですから、楽でいいですよねって、そういう話でございます。よいしょ、おお、まあちょっとねこうやって手間がかかりますが、美しいですよね、この雨に濡れたレッドマスタード、美しいですよね。デザインっていうものはね、やっぱり神が作りたもうた、やっぱり何かなんでしょうね。だからやっぱり人間が作るデザインってもちろん素晴らしいものいっぱいあると思うんですけど、原点は多分全てこの自然の中にあるんだろうと僕は思いますね。ねえ、そうでしょ、いろんな何角形とかっていう、そういうあの素粒子だとかね、原子分子の世界に行くと、いろんなそのね人間の目には見えない美しいその形なりなんなりがね、でそこにエネルギーがあってというね、だからそういう意味では物理学というものはおそらく神の学問なんだろうというふうに僕は思うんですけどもね、よくわかりませんけど、だからそういう意味ではあのねよくああいう数学者の広中平介さんとかね、あの昔 NHK 教育とかなんか講演とかしてるの見て、何言ってるかもちろん分かりませんよこんなあのなんか模型かなんかで出てきてね、おそらく僕だってあの高校2年の時の微分積分の概念が分からなくて、それこら辺からもう数1で止まってますからね、数 2B あたりでもう私はもう断念しました、数学は何のことをずっと言ってんのかっていうのがもうさっぱり分からなくてね、概念がつかめなかったです最後まで。今でもよく分かってないですけど、今どちらかというとスピリチュアルな方向からそういうものを捉えればなるほどと思うことはあるのであれなんですけどね、特にあのこの土中のね動きですよね、塩基配列とか、例えば水をこうやって攪拌すると、水って H2O じゃないですか、そうするとね水ってこうやって攪拌して、そこに例えば色のある液体とかビュッと流すと消えるじゃないですか、あれは水っていうのはこう吸着する力があるんですよね。で水はその一番下にその一番外側にこう CH っていうね塩基配列っていうのがあって、多分今僕が言ってることどれが合ってるか間違ってるか分かりませんけど、攪拌することによってね、こういう風な手を開いてこういう動きを繰り返すんですね、水っていうのは。なので攪拌して動かしてあげることによって、そこにこうペンキみたいなビューって入れても、こうやってそれをこうやって吸着するんですよね。こうやって吸着する、そうすると透明にまた戻るみたいなね、そうやって水っていうのはそういう媒介者というかね、いろんなものをこう吸着して何かをこうしつけるわけですよね。そういう力が水にはあって、なるほどとね、そういうようなことを勉強していくと、そこからね土だとかね、やっぱりもうさらに奥深い世界が待ってるわけでございましてね。ただ結論が言ってしまうとね、あの土作りってね、とってもやり方は僕はとてもシンプルなように語ってますけども、結論はなぜそうなるのかっていうのは
多分科学では多分難しい、科学の領域だけではおそらくその根本をね、それはそうなって電子レンジで押せばそうなるってだけで、なぜそうなるかは多分ね、多分3次元の世界では難しいだろうというのがね、特に微生物っていうね、これは僕の直感です。微生物というのはね、3次元に当然存在してるんですけど、3次元ともうちょっと違う次元のあちら側のその媒介者なんだろうというふうに思うんですね。なのでね、岐阜県の山奥にあるなんとか神を噛んでっていうね、あれで何の実験やってるかというと、山の中で2キロぐらいこうね、原子と分子をこうやってギューッと2キロぐらい超高速で当てて、一点でこうやってぶつけて、そこからこう飛び散るね、その素粒子が次元を超えてどこに行くのかっていうことを観測してるわけでしょ。なんとか紙を噛んでね。だからそういう意味では、そのそれによっておそらくね、我々のいるところ3次元ですけど、すぐ横側にあるね、いわゆる4次元5次元っていうところに素粒子が普通にこう行ったり来たりしているということが分かるとね、そこで初めてその、あ、痛い、腰が痛い、仏教の言うところの全ては幻であるっていうところにおそらくたどり着いていくんだろうというふうに思うわけですけどもね。なんか眼蓄のあること言っちゃってる今ね。どうですかねえ。別にあれですよ、常に私は下半身をふんどし一丁で畑の中走りたいだけの男ではないですよ、だけの男ですけどねえ、基本的にはそういうアンポンタな人間ですけども、多少そういうね、百姓なりの拙い頭でね、いろんな物事は自分なりには考えていきたいとね、全く功を奏しておりませんがね。よいしょ、こうやってね、綺麗にこうやってこう一回こうなんていうんですか、取ってあげるとまた綺麗にこうやってね、葉脈の綺麗な葉っぱがこうやってちゃんと出てきますので、ね、一回ちゃんとこうやって取ってあげる必要があるんですよね。なので今ちょっと細かくねこうやって取っているんですね。だから収穫もこの次のね収穫につながる一つのその戦略なんですよね。なのでこれもね丁寧にやってあげるとね、綺麗にまた出てきますのでね。熱くなってきた。そういうことでございますね。何の気なしにやってますけどね、この辺はね割と大事なポイントですね。ほっといてもこうやってね、綺麗なレッドマスタード出てくるじゃないですか。で、こうやってちょっと枯れてきたりするものをね、こうやって取ってあげれば、何回もこうやって取れますからね。最初からいちいちまた種をまく必要がないという。この辺もね、常に畑にね、10種類以上の野菜をあるという状況を作るのに必要なことでございます。ね、参考になさってみてください。よいしょ、腰が痛い。あ、ちょっと晴れてきましたね。はい。ということで、次あやめ株か、はい、まあいいや。ということで以上です。それではまた。